こんにちは。新宿2丁目最強のバルク、ハガセブンです。今日は神奈川県パワーリフティング大会に来ています。減量ちょっと不安だったんですけど、104キロ切るぐらいでなんとか通りました。でですね、久々の大会で、4月の東京パワーなので7ヶ月ぶりの実戦ですね。この大会で各階級ごとに定められた重量を上げれると全国大会、JCP っていうパワーリフティングの全国大会行きます。今年沖縄でやったんですけど、僕はそれ申し込むの忘れて出れなかった大会なんですけど、今年はちゃんと申し込んで、まず記録取んなきゃダメですけどね。で、そう、僕全然トレーニングできなくて、転職一回してからで、なかなかトレーニング時間や睡眠時間に悩まされました。だけどそこでできることを頑張ったつもりです。で、遊びも全力で頑張った。そんなこんなで今日迎えました。で、今日も実際寝不足で3時間半しか寝てません。いろいろありました。親が階段から転げ落ちちゃって、もう痛い痛いって言うんで、僕はそれ看病してました。で、全然寝てないですけど、なんとかその JCP の切符を取るために標準記録っていう、まずはそれを目指して頑張りたいと思います。標準記録が何キロなのか把握してないですけど、とりあえず第一試技でしっかりと決めれば、確定するだろうと思いますので、だいたい目標はベンチプレスが155から160キロで、スクワットが255から260キロで、デッドリフトは280キロ以上引けるようにちょっと頑張っていきたいと思います。はい、じゃあそろそろ会場に戻りますんで頑張ります。日本一。105キロ級羽賀亮平選手、大垣の自分、横浜上吉川。
マーズローレットを金で参考し、2番に行く選手。はい、成功です。160キロの9段。本平選手、ゴールドジム横浜上星川、重量 152.5 キロ。次は佐々木選手。いけ Top. Nice. Oh.
スクワットは結果なんですけど、スクワットが260キロ、ベンチが145キロ、第2第3とちょっと失敗して145ちょっと下がっちゃいました。でデッドリフトが 282.5キロ ということで、スクワットが県記録をプラス10キロ更新で、デッドリフトが 2.5 キロ更新できました。で来年から僕の名前がパンフレットに載るんでそうで、この日本一も最後の最後のクライマックスでつけたんですけど、ちょっと引けなかったな。もうちょっと躊躇しないで思いっきり腰からガツンって引き勢いづけて引けば上がったかもしれないけど、 82.5 がちょっとなんだろう、返しがきつかったんで、まあ妥当かなと。東京パワー終わってから全然トレーニングする時間だったり寝る時間が確保できてない期間がかなりあってですね、で今日もしかも寝不足で3時間ぐらいしか寝てませんから、でこの結果はまあいいんじゃないかなと思っております。次のパワーの大会は JCP かな、来年の2月だと思うんで、茨城県なんで、今度は標準記録無事取れたんで、今度はちゃんと申し込みして出て、で今日の記録を抜けるようにまた明日から、まあ、明日は やります。ちょっとワークアウトしていこうと思います。で我ながら第二デッドの第二試合はかっこいいなと思いました、うん、あそこで引けなかったら僕今日優勝じゃなくて2番だったんで、うん、本当ほっとしてます。まあ、今日ももう何時18時になろうとしてます。ここ会場入りしたのが8時半なんで、まあまあ結構時間経ってます。長かったです。今日ちゃんと休んでまた明日から活動頑張っていこうと思います。今日はありがとうございました。とっとこ食べるよ歯が太郎、どこでも食べるよ歯が太郎、大好きなのはバナナと卵、ルールルール。